どうも、マサズアウトドアチャンネルにようこそ。マサニーでございます。今日は何の撮影かと言いますと、本日1月の11日なんですけど、1月の9日、10日とものすごく雪が降りまして、もうキャンプもバイクも何もできないんですね。なのでこの大雪の映像を、ちょっと残していこうかなと思っております。3年前にもかなり大雪降ったんですけど、それに、匹敵するような大雪なので、ちょっと近所を歩いて散歩しながら、撮影したいと思います。で、僕が住んでるのは北陸は石川県の、加賀市なんですけど、近くに山城温泉というところがありまして、その辺までちょっと散歩しながら行きたいと思いますので、この雪の状況を見ながらお付き合いいただければと思います。いや、もう歩道がもう完全にないので、いやあ、この辺はちょっと歩道ありますね。服部神社もこんな感じで、もう雪だらけっすね。いやでもね、こんだけ雪降ってもね、やっぱり石川県っていうのは雪が似合いますね。結構風情があって、今日はね特に青空で空も綺麗なんで、なかなか綺麗かなとは思いますが、でもそこたら中で車がスタックしているので、いやなかなか降りすぎだなとは思いますが、でも青空が綺麗ですね。
雪解けと除雪の雪でもうひたひたっすね。辺は結構雪少ないですね。ちゃんと除雪されてる感じで。さあこんな感じで撮影してきましたが、どうでしょうか、石川県の大雪の様子は。で、今日じゃないか、昨日かな、昨日の朝、親父に僕自身叩き起こされて、で家から出ると、まあ、親父の車が、スタックしちゃってて、しかも時間は朝4時に親父に叩き起こされ、雪をかき出し頑張ったんですが、車は全く動かず、そこから4時間ほど格闘して、もうダメだって言って結局ロードサービスを呼びました。でそこからまた家の除雪などして、もう今日は筋肉痛で体がバキッバキなんですけども、少しこんな感じで散歩して撮影しようかなと思いました。まあ皆さんもね、車を運転する際は、お気をつけください。まあ本当よっぽどの用事がない限りは
まだ車で出かけるのは、まあ、やめておいてもいいかなとは思います。さてさて、こんなただただ、歩いて話すだけの動画、最後までご視聴ありがとうございました。まだまだ面白い動画撮っていきたいと思いますので、またご視聴よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。